ロカビリー、ロカビリー、ロカビリーは1950年代に誕生した音楽。ロッカビリー、ロック・エ・ビリーとも呼ばれた。代表的なミュージシャンにはエルビス・プレスリーやカール・パーキンスらがいた。1950年代初期のアメリカ南部、メンフィスなどの地域において、黒人音楽のブルースと白人音楽のヤカントリー、ブルーグラスが融合して生まれた。白人歌手により、 ロカビリーが流行した時期は1954年からの数年間である。1950年代当時のロカビリーはビル・ヘイリーと彼のコメッツやエルビス・プレスリーらの人気シンガーがブームの引き役だった。ウッドベースによるダイナミックなスラッピング奏法も1957年頃には取り扱いの容易なエレキベースにとって変わり、ロカビリー人気は加工線をたどることになる。 さらにエルビス・プレスリーの長兵、バディホリーとエディコ・クランの相次ぐ死去は、ロカビリー及びロックンロールに大きな打撃を与えた。1960年にはすでにロカビリーが演奏されることは減少し、ダンスもジルバやバップに代わってツイストがブームとなった。さらには1962年のビートルズのデビュー、彼らを中心とした1964年以降の ブリティッシュインベージョンはロカビリーやロックンロールを抽象的なロックに変えた。なお、ロカビリーのダンスにはバップやジルは、リンディーホップのフラッシュダンサーをジッターバグ落ち着きのない虫と呼んだという説がある。またフラッシュダンサーのバップをジッターバップというボックス、ツイストなどがある。九百六十年代前半のビートルズの登場により完全に廃れたロカビリーだったが、 60年代末から70年代初頭には、シャナナが古軍奮闘した。シャナナは、ウッドストックフェスティバルにも出演していた。1970年代のパンクロックなど他のジャンルに影響を受け70年代末から80年代前半には、ストレイキャッツや、ロバート・ゴードン、タフ・ダーツ、シェイキン・スティーブンス、ブラスターズラを中心にした、ネオロカビリーのブームが訪れた。ネオロカビリーは、 短縮型で、ネオロカとも言う。またネオロカの流行にいち早く目をつけたクイーンが、愛という名の欲望を発売し、ビルボードの上位へ送り出したりといった現象を見られた。また、この頃から、ロンドンスタイルのロカビリーダンス、ジャイブ、ジャイブ、社交ダンスのそれとは異なるが小さな流行になった。21世紀には、ラスベガスのビバラスラスベガスなど、世界的規模のイベントも開催され、 人気も根強くロカビリアン人口も少しずつ増加している。日本では1958年、カントリーミュージックのバンド、オールスターズワゴンに在籍していた、平尾正明がソロデビューし、ミッキー・カーティス、山下慶次郎と共に、ロカビリー三人男称され、日劇ウエスタン・カーニバルなどに出演し、ロカビリーブームに発展した。和製プレスリーと称した、佐々木伊佐 現在は、佐々木伊佐を、鎌谷津広らもこの頃に登場している。だが、60年代後半には、グループサウンズブームに押され、ロカビリーは、体調傾向となる。70年代には、キャロル、クールスなどが登場した。1970年代後半から80年代はじめには、ネオロカビリー及びオールディーズブームにより、50S ファッションやコントラバスをスラップする。 音楽スタイルが見られた。90年代にも少数のロカビリーバンドが登場し、音楽のみならずフラットトップや、ダックテール、ロカビリーのヘアスタイル、および 50S アトミックデザインの生活用品、バップとジルバ、ロカビリーのダンススタイル、ロンドンでは、イギリス式、ジルバ、ジャイブが流行も、小さなブームとなった。2005年、湯川玲子、小野康ノ高田文夫らにより、 全日本ロカビリー普及委員会が発足。その会長にロカビリーシンガーのビリー・ショカワが就任した。21世紀には女優の二階堂ふみがロカビリーファッションを取り入れたりしている。ロカビリーに欠かせない音楽的、特に器楽の特徴として、1920年代から1930年代における黒人系スウィングバンド、とりわけベーシスト特有の奏法である。 スラッピングベース奏法、スラップ法が挙げられる。この奏法では、ウッドベース、コントラバスの弦を指で引っ張りつつ舐め放離し、低音とネックに当たる、勝ち、という中高音をミックスさせた音を出し、さらに手のひらで弦をネックに叩きつけて、パーカッション効果を出す。ギターにおいては、カントリーやロカビリー向けの奏法の一つ、ギャロッピング奏法が用いられることが多い。歌い方は、 シャックリするように語尾をしゃくり上げるヒーカップ商法、喫音する、ドモルカのように口ごもって発音する、マンブリング商法、従来からのカントリー系の歌唱方法である、本気インク商法がある。ギターといえば、エディ・コクランが用いたグレッジのエレクトリックギターや、ギブソン社のフルアコースティックギター、スコティムーアで、ベースは、ウッドベースを使用するイメージが強い。 フォローボディのギター以外にもカントリー用として開発されたテレキャスターも揺るがせにできないだろう。ちなみにジェームズ・バートンはミスターテレキャスターの異名を持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。